ということで今回は、フォートナイトの、対面の時に使える、小技をね、いくつか紹介していこうかなと思います。で、これはね、実際にプロとかも使ってるんで、まあ、覚えたらね、めちゃめちゃ強いと思います。今回動画を手伝ってくれるのは、自分が入ってる、クラン、サーペントっていうね、めちゃめちゃ最強なクランがあるんですけど、そこの、マフィアさんにね、手伝ってもらいます。はーい。よろしくお願いします。お願いします。まず一つ目なんですけど、まず一つ目は敵がね、まあ、自分がこうやってこもった時に敵が、まあ、上から階段をつけて、まあ、こう降りてくる時ってあるじゃないですか。だからね、自分がこうやってこもってたら、まあ、こんな感じで、こんな感じで降りてくる時あると思うんですけど、このね、降りてきた瞬間にやる技ですね。で、敵が降りてきたら、まあ、すぐに開けて地面を作ります。そしたら、ここ3個開けて、階段をつける。ってやると、まあ、敵がね、焦るのと同時に、まあ、敵はね、地面を作ろうとするんで、まあ、敵は防げなくなるってことですね。まあ、どっちにしろこれ壁作ったとしても、自分が逃げれなくなってね、結局敵の攻撃は防げなくなるんで、まあ、これはね、めちゃめちゃ使えるようになったら強いと思います。で、まあ、一応ね、これ階段、地面を自分でこうやってエディットする前に、もしかしたらね、敵が先、に撃ってきてくれるかもしれないんで、まあ、ここ開けてすぐにこうやってやったら多分撃ってきて地面がもしかしたらエディットしなくても破壊されるかもしれないんで、まあ、その時は後打ちでね、こっちからも撃って、であとは AR でゴリ押すとか、まあ、そういうこともねできると思います。まあ、だからもしこれでこれをやろうとして、まあ、ここでねこうなってる時にやろうとして階段を置いた時に敵がね、あ、階段っていうか地面を置いた時に敵がこの下側に、もしこうやって来ちゃったら、こうやって来ちゃったら、まあ、エディットをすぐ戻して、開けて撃つとか、まあ、カウンターを食らわない方としては、まあ、こうなってるんで、まあ、なんて言うんだろう、最初からカウンター食らわないように、もうこっち側で編集するとかね。だから最初、地面を置く段階、置く前から、もう、カウンター食らわないように、こっから作るみたいな。で、内側から入ったらもうこうやって攻撃できるんでね。敵視点。そう、こんな感じ、こっち、うまい。こんな感じで、もう地面置かれた瞬間に、もしかしたらね、まあこうやって撃っちゃう人もいるんで、そうなった場合めちゃめちゃ強いですね。こんな感じです。で、次はね、二つ目ですね。で、二つ目が、まあ、敵がこもってる時に使える技です。じゃあちょっとこもってくれ。OK。敵はね、こういう風にこもったら、まずね、地面をこうやって三つ置きます。で、置いて、扉をつけます。そしたら、あとは、こっち側に行って、ここを殴るだけですね。こうやって。こんな感じで殴って、で、もし、敵がね、カウンターで開けてくるんですよ。開けてきても、敵から、多分撃てばわかるんですけど、こうね、ドアにね、座れることが多いんですよ、敵のダメージが。ちょっと撃ってみて。そう、こんな感じで、当たんないんだけど。敵の攻撃が、ドアにね、座れることがね、めちゃめちゃ、ちょっと上行ってみて。俺、下から撃つわ。これすごいよ。そう、これめっちゃ強いと思う。見えてるのに当たんない。見えてて、で、こうやって、当たったんだけど。何やないかい。いや、これね、なんだこれ。ね、ちょっと判定が分かんない時期あるんですけども、これね、そう、なんか、ドアに行っちゃうんですよ、判定がね。だから、まあ、敵がね、これで、こうやって張り替えやってて、で、敵がいきなり蹴ってきても、まあ、一方的にね、こっちから、こういう感じで撃ててしまうと。いや、当たんないわ、それは。しかも、この瞬時にこの隙間のエイムを狙えるかっていうとこだよね。張り替えされてて。そう、こんな感じで。まあ、でもね、これね、まあ弱点としては周りから撃たれることなんで、まあ、周りをね、こういう風に囲って。どうだろうな。こんぐらいかな。こんぐらい囲えば強いかな。中で屋根入れるの強いと思う。あ、そうだね。もう一回やるよ。うん。いくよ。はい。はい、これ張り替えて。これで、こうやって。こうして打つっていう。あ、やばい。ちょ、ドア閉めんな。それから、オートのやつだと、ちょっとドア閉められることあるかもしれないですね。なんだ、こっちから、ドア閉められたね。こっちからこうやって撃つこともできるし。はい、で、次は三つ目ですね。で、三つ目は、またね、自分がこもってる場合ですね。で、こもってる場合で、しかも、まあ、さっきの、
このね、階段で敵がこうやって突ってきた時、階段でこうやって張り替えしようとしてきて、で、かつ、敵が、もう結構、地面とか屋根つけたら敵がね、中に入ってきちゃうぐらいの位置に敵がいる時に使える技ですね、これが。まず、こうやって張り替えられてます。で、張り替えられてたら、一番後ろに行って階段をつけます。そしたら、この、階段が透けてるんで、奥のね、壁がエディットできるんで、エディットして1マス開けて、屋根と床をつけます。これで敵がこんな感じでね、捕まえることができるって感じですね。まあ、だから、まあ、本当だったら今ね、これエディットしちゃったんですけど、本当だったらこうやって敵をね、屋根で捕まえたら、こうやって上取りに行くのが多分一番いいのかなって。上取り行って、屋根開けて、敵を殺すみたいな。まあ、そういう感じがね、結構強いかなと思います。ちょっとやってみて。俺が攻める視点でやるわ。階段透かして、壁1マス開けて、屋根と、そう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 、それ。だってね、こうやって張り替えられてるときに、あ、ミスった。そこね、透かすのがね、一番後ろに行ってると、結構楽かな。ちょっとこのエディットの動作が、そう、そう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 、そうこんな感じです。こんな感じでやられた人は、え、何みたいな感じも、どっからつけたみたいな、ちょっと思うぐらいに、まあ、透かしてるのって、まあ、一瞬気づかない時とかあるし、カウンターで使うのもね、これ強いんですよね。結構、この透かしは。まあ、だから、まあ、これもね、覚えると結構強いし、まあ、カウンターも入れられるし、まあ、上取ることもできるし、みたいな。まあ、トラップがあったらトラップキルに持ってけるんですけど、まあ、今はね、トラップがないんで、まあ、とりあえず上取る方法としてかな。張り替え敵が来てて、上取る方法として使えるみたいな感じですね。あ、屋根ついてなかった。ちょっと屋根の反対難しいのかな。ついた？そう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 、こんな感じ。そう、ここは、ここね、後から張り替えれたとしても結局意味ないんでね。もう上から来るんで、敵が。こんな感じです。で、4つ目が、自分がね、こもってて、で、次はね、壁を張り替えられるときじゃなくて、屋根を張り替えられたときですね。だから、まあ、こうやってね、屋根を張り替えられてるとしましょう。こうやって屋根を張り替えられてたら、もし張り替えられて、こうやって開けられたときに使える技ですね。で、こうやって開けられたら、まず、階段をつけます。まあ、これは透かさなくていいです。階段をつけたら、天井を1マス開けて、こっから、ジャンプするんですよ。で、ジャンプすると、敵がね、ここで一瞬だけ見えるんですよ。まあ、なんで、この一瞬を狙って、こんな感じで撃つって感じですね。いや、ちょっと一連の流れでやってみよう。これ次死んじゃうけど。いいよ、いいよ。うん。ちょっと屋根も俺のにしとくわ。自分こもってたら、敵が来て、屋根が張り替えられますと。そしたら、こうやってやって、こんな感じですね。これね、少し当てるのが難しいんですけど、これね、ミスると、この自分のね、天井壊して、敵に撃たれちゃうみたいなことになっちゃうんですけど、もし、これで、まあ、ミスってね、自分の建築壊してしまったら、まあ、すぐに壁を置けるんで、壁を置いて、で、フェイント建築入れてから、撃つみたいな、まあ、そういうこともね、一応できます。で、ちょっと、敵視点を見よう。で、こうやってやってて、屋根つけて、こうやって開けられた時に、そうそうそう、こんな感じです。もう敵視点から見たら、なんで当てられたんみたいな。もうそのレベルで見えないです。そして、この一瞬を当ててくる激モサは、まあ、なかなかに少ないですね。このスピードでやられて。もしかしたらこうやって伏せてくる人も、この開けた瞬間に伏せてくる人もいるかもしれないですけど、まあ、多分大体の人が反応できないかな。うん、これに関しては。もう反応できたら相当すごくないこれ。うん、これ頭に当ててきたらやばい。あ、これで頭、これでカウンター食らったって人は、まあ、多分、結構スピードが遅かったりしたのかもしんないですね。もしかしたらね。うん、これ、いきなりられて、こうなっちゃうしね、普通に。これもね、覚えたらめちゃめちゃ簡単だし、まあ、この、今回教える中で一番簡単かもしんないですね、これが。しかもめっちゃ強いです。でね、次が5個目です。これも、なかなかに強いし、対面、こういうね、普通に敵がね、櫓にこもってる時の、
こういう張り替え勝負とかが苦手な人は、特におすすめです、これは。もう超強いです。まず、まあ、地面ね、どっかのマスに一つつけます。まあ、これ今三つつけてるけど、まあ、一つつけます。そしたら、ここに乗ります。ここに乗ったら、あとは、斧で破壊して張り替えするだけ。まあ、ちょっとエディットが難しいけど、こうやってエディットして屋根を置いて、で、あとは撃つだけです。もうこれめっちゃ簡単。なんか、普通だったら、こうやってね、こうやって張り替え勝負してると、まあ、敵にね、こうやって開けられて、もう、食らっちゃうみたいなの結構あると思うんですけど、まあ、それを防ぐための、これですね。こうやって、エディットがね、ちょっと練習しないと難しいですね。これ、こんな感じで。屋根入れてもいいし、階段入れて、屋根入れてもいいし、上から階段入れて、下降りてエディットしてみたいな、そういう感じでもいいし、みたいな、そういう技です。ちょっと、じゃあ。下から、これ見にくいね。そう。だから、何してんのか分かんないよね。なんなら、敵が、こうやって上に行ったから、屋根張り替えてくんのかなって思ったら、まさかの壁っていう、そういうフェイントも、めっちゃ強いと思う。ちょっと俺こもるわ。やっていいよ。で、こう上行ったから、あ、屋根くんのかなって思って屋根構えてたら、まさかのこの壁っていうね。そう、これがね、めちゃめちゃ強いです。これも意外と簡単かな。うん。え、壁だみたいな。で、張り替えられて、開けられて、終わりと。まあ、こういう感じの小技です。今、まあ、5つ紹介したんですけど、この小技全部もうめちゃめちゃ強いと思うし、まあ、実際にね、プロの人も使ってるんで、まあ、皆さんね、よかったらこれを覚えて、対面マスターになってみてください。まあ、もしね、こういう動画がいいと、まあ、また出してほしいと思ったらね、チャンネル登録と高評価お願いします。お願いします。